いつも動画を見ていただきありがとうございます。さあ今日も行ってみよう。私の動画では選手を呼び捨てにしたりヤジを飛ばします。選手は神様だみたいな方はストレスの原因となるので見ないことをお勧めします。お金をかけてギャンブルをしている一人として動画を作っています。命をかけてレースをするレーサーとして敬意の気持ちは持っていますのでご理解ください。あとはスタート10秒を切っています。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。10レースの選抜戦スタートしました。スタートは誰が行く。内目からは2番の中尾隆が好スタート。外目からは7番の岩見も外から岩見がかわしていく。一気に岩見が主導権か。岩見が行った。2番から3番の鈴木翔太我慢した。3番手2番の中尾交代。その内側6番松本現在中段の位置。外からは佐藤隆也も上がってくる。佐藤隆也が6番の松本を抑え込めるかどうか。 1,2 コーナーの攻防であります。内に松本8番佐藤が前に出る。6番松本は5番手に下がりました。先頭は速攻から7番の岩見隆が主導権です。2番手が鈴木翔太。3番手と佐藤隆也も上がってまいりました。佐藤隆也3番手残り4周回。そしてその内側から6番の松本の逆襲。佐藤のインコースを狙って松本しかし入れません。4番手変わらない。さあ狙っている8番の佐藤隆也。3番の鈴木翔太ここで同期を捉えて上がってくるか。ここは29機が躍動か。残りは3周回。先頭が岩見、2番手佐藤隆也、外枠両者抜け出した。3番手は3番鈴木翔太を捉えて6番の松本康史上がって外枠3人が上位独占だ。さあ岩見に先に行かれましたが道中追い上げ急であります。8番の佐藤隆也狙ったがここは抑え込んでいる。残り2周回岩見ががっちりと抑え込んでいる。さあ佐藤隆也こじ開けることができるかどうか。外から行くのか。次6番の松本康史が上がってきている。さあ読みのうち佐藤が狙っているが抑え込む。ブルーフラッグ残り1周回。さあ地元6番の松本もここから遠征29機に待ったをかけられるか。さあ佐藤の前陣かかるがいけない。外から松本が佐藤隆也に襲いかかる。最終3、4コーナー岩見がはらんでいる。内から佐藤隆也さらに内山も現れた。ゴール。新井と三浦人気続いています。新井潤選手と三浦選手で行こうと思ったんですが、3秒前11レース三浦選手と田中聡選手にしました。3番の新井潤好スタート。2番栗原スタートです。田中聡選手ね全然売れてないんでね、穴ならここかなっていう感じですね。3番新井が行く。そして3番田中は4番三浦5番の田中並んでいる。トップ争いは1番の亀井が勝ちました。さあここで思い切り三浦航平はいるな。本当に田中が捉えました。4頭が消えました。なので期待できるのはもう5頭のみ。先頭1番の亀井です。昨日もよく粘っていました。本当ね500倍以上の配当がねずらーっと並んでたんでね。その後6番直島8番金子まだ6番。ほら先攻めだろ。ここが三浦航平7番手。さあ2番手と5番の田中聡。田中聡が2番手に上がりました。1番の亀井57いいですよ。57おっと金子は引いた。57いいですよ。吉田が飛び込んでいく。3、4コーナー3番手6番の外から上がってくる。浜松でも上がってくるか。金子は現在中段の位置。57はね550倍ですね。逃げる2枚持ってますから11万ですよ。3番手が吉原京介。その後には571はないです。金子を抑え込んでいる。金子も苦しくなっている。人気の面々は苦しい展開になります。残りは2周狙っている。田
サトシが入ってまいりました。田中が先頭だ。壁に待って後退。8来い。そこに今度は吉原京介。吉原が2番手を脅かして、ここで2番手に上がりました。これ、金子選手ね、3着で550倍ですからね。上がっていく。後輩党が待っている。来ましたよ。ブルーフラッグ残り1周回。先頭が田中。金子大輔来ましたよ。3番手1番の亀井。その後ろ浜松へ依然と。亀井ぐらい出てくれよ。ここはビッグな配当が待っていそうだ。さっと出てくれ。金子は今4番手、ここまでがいっぱいか。抜けねえよ。先頭5番の田中さん、2番手吉原でゴールイン。なるのでしょうか。10秒切っています。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。 G2 稲妻賞優勝戦スタートしました。内目から渾身のスタート、2番西原、大外からピンクの先行だ。青山周平好スタート。一気に青山が2番手へと上がっていく。先頭が西原、2番手青山。序盤戦で切りをつけるのか青山周平。しかしここは一旦待った。3番田中は混戦だ。1番の田村粘っている。4番高橋が4番手。さあ高橋が田村を捉えにかかっている。レースは2周目、引っ張るのは2番の西原智明。悲願のグレードレース制覇がかかっている西原が先頭。しかし今度は譲りません。入ってきた青山周平。序盤戦で西原を攻略。早くも先頭に抜け出したのはナンバーワンの青山周平であります。2番手が西原、そして3番手へと高橋光が上がっている。さあ高橋が来る。さらには早川誠太郎、1番田村の後ろ、現在5番手を走っております。先頭は8番の青山周平です。序盤戦で先頭に躍り出ました。リードが広がる。西原は2番手離される。その後ろ4番高橋光も早めに西原を攻略したいところ。その隙に青山周平はぐんぐんとリードを広げにかかる。さあここで高橋が2番手に上がれるか。3コーナー飛び込んでくる。西原をかわして場内からは拍手が沸き起こっております。2番手へと上がった。まだ4周回残っている。さあ高橋ここから足は余っているか。3番手2番の西原智明、その後ろから早川誠太郎もやってまいりました。さあやはり地元三強となるんでしょうか。そのあたりは車間がだいぶ空いて、3番の田中茂、そして荒尾、三村、最後方田村、残り3周回、先頭青山周平ぶち切った。ここまで溜まっていた分を晴らすかのような独走態勢だ。2番手が高橋光久、3番手は2番の西原智明が健闘粘っている。そこに5番の早川誠太郎、じわじわ接近する。終盤戦残りは2周回、完全に王道をひた走る青山周平が独走。4番の高橋光久、2番手、さあ3番手早川誠太郎が狙っている。これで3強揃い踏み、ワンツースリー体制。場内から大きな拍手。ブルーフラッグ残りは1周回、ピンクのナンバーワン勝負服を身にまとった青い稲妻がしびれる走りを見せつけた。青山が先頭だ。2番手が高橋光久、3番手早川誠太郎。地元三強ワンツースリー、青山周平圧倒的な強さで優勝。グッドボタンを押してくださると素直に喜びます。チャンネル登録はああこいつとは合わそうと思ったらしないで結構です。気の合う方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。